陸地震は1896年8月31日午後5時6分27秒に秋田県と岩手県の県境にあるマヒル山地の直下で発生した逆断層型の内陸直下型地震である。マグニチュードは7.22008年の岩手、宮城内陸地震と並ぶ東北地方最大規模の直下型地震。震源は 10km より浅く。 震源地付近で震度6、一部では震度7の揺れがあったと推定されている。被害は横手盆地の内部と東側の山地に集中し、千木群の仙谷、長子野、田、畑や、飯詰め、六郷などの集落では全戸数の7割以上が全半壊した。全体では死者209人、負傷者779人、家屋全壊5792個、 半壊3045個、山崩れ9899カ所に及ぶ。この地震は、秋田県と岩手県の県境付近に、南北方向に伸びる横手盆地北部の東園に、位置する横手盆地東園断層帯、六号断層群と、この断層群の東側に並行する川船断層が活動し、地表には、千夜断層や川船断層などいくつかの断層が出現した。 その後の調査により、田沢湖町から六号町に至る約3 0トルの区間で地震断層の千夜断層が確認された。それによると、田沢湖町の西保内断層、角野立町から中仙町にかけての白岩断層、大田町の大田断層、千畑町の千夜断層が垂直に最大3 5メートル変異した。また、岩手県和賀郡沢内村の川船断層でも、 西側が最大で2メートル上昇している。約2ヶ月半前の6月15日に発生した明治、三陸地震の影響を受け、その震源域及び余震域から離れた地域で発生した誘発地震と考えられている。また、1891年の農美地震との関連性を指摘する研究がある。ありがとうございます。